明らかに変な話詐欺やろみたいなそういう人々の話を聞きながらでもその中で面白そうだなって自分が思ったところに金、を出していく、でその国とかその地域の人々のこの発展、で発展していったら最終的にお金が返ってくるっていう、ちょっと道は長いけれど、こうワクワクをみんなとできるっていうのが冒険投資家かなというふうに思ってます。小遣いがなくて、で欲しいものがあんまり買ってもらえなかったイメージがすごくあって、みんな持ってるから欲しいって言ったら、お前が持ってるみんなは何人いるか調べてこいって言われて。それ小学校の時やんか。おうおうおう。で小学校の時からまあ中学校ってまだいろんな意味でなんか反抗期とか変わっていくやん。その辺の、まあ、お金との関わりっていうのはあんま変わらないんかな。なんか変化が起きてくるのか。ずっと小遣いがないん。ない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 、うん、それが小学校だけじゃなくて高中高もない。高校はねまた違うとこだから、そうで小中学校の時は、まあある種いじめられてるよねっていうというといじめられるんだよ。だから友達と、そうそうそう、だからさ、買えるものが買えないし、遊びに行くって言っても遊びに行けないし、あ、そう、お金がないから、そう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 、でだまあ話題についていけないじゃん。まあいわゆる服とかもさ、もうお下がりしか着てないから、あ、もうそれはもう小学校だけじゃなくて中学校、あ、そう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 、うんうんうん、で欲しいっていう感覚すらまずないからさ、あ、そっか、もうそれぐらいちっちゃい頃から、そうそうそう、だから自分のファッションセンスとかもよく分かんないしみたいなってなってるから、基本的にどっちかというといわゆるクラスの中の陰キャというかさあっち側にいるわけですよ僕は。で、まあだから遊ばない、友達もあんまりいないのよ。へえ、マジいなくって、だからそれこそ同窓会とかもさ、連絡網で会ったの知ったみたいな感じだからさマジでマジで本当に本当に結構ショックだって俺も、まあ、これって本当にあるんだと思ったんでっていう本当にそれくらいの友達もいなくって。へえ、でこうそれが中学校時代でも、とはいえやっぱ少人数ではいたけど、でもそんな遊ぶっていうような感じじゃなかったし、でどっちかっていうとやっぱ水泳をやってたから、で部活終わってからスイミングスクールみたいなとこ行って、習うっていうよりかは練習するようなスイミングやってたりとかしてて、だからあんまり遊びに行く時間もなかったしってのもあって、使ってなかったっていうか、もうそもそ もう小遣いがないからさ、そうかそうか、だから必然的にそういうちょっと水泳に打ち込んだりとか、そう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 、まあそこそこね成績は出せたからよかったんだけど、よかったんだけど、ただちょうどその時が確かグレーとかビーズとかっていうのが全盛期の時で、でも女の子とかもビジュアル系が好きみたいな感じとかで、男の子とかでもそういう系のなんか CD とかグッズとか持ってたりするわけですよ。かっこいいキラキラしとんなってすっげえ思ってた。でも買えないの。なんで CD がいるんだって言われた時に、いやいや持ってるからって言ってもそれじゃダメだ、別にカセットがあるじゃないかと、でテレビでミュージックステーション流れてるんだろうと、録音しろって言うんですよ録音みたいなわけですよでもやるんだよ、録音するしかないから録音するんだよそういうのばっかやってた。へえ、それが中学校3年ぐらいまで。そうそう、中学校3年ぐらいまで。へえ、だからお金に対してすごく欲しいっていう気持ちがめちゃくちゃ強かったかなと思う。お金を欲しい、そう、お金がこんなに人間の心を揺さぶるんだっていうのがものすごく分かった少年時代だったなと思った。あ、だから中途半端に、まあ、5000円とか小遣いもらってる人以上にお金に対する求めるものが、そう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 あれ給料と一緒じゃん、毎月決まった時に決まった額がもらうってさ、もう思考停止するでしょあれ。予定そうそう入ってるから、入ってくるから来月まで貯めようとか言うじゃん、いや待てって話じゃん来月お父さんクビになったらどうすんのって話でしょ、だからそういう意味では、まあ今思うとお小遣いがない生活ってのはめちゃくちゃ良かったなと思う。そこに生きてくるん
あ、そうそうそう、その小中学生の苦悩苦悩が今笑ってるけど、思ってるそう、思ってるそう、他の少年にのっても、そうもう死活問題、そう毎月何千円もらうとかって聞くからさ、同じ日本なのかなと思ったのなんでないんだろうみたいな。確かに買い食いとかもできへんね。そうそう、だから買い食いもできないし、買い食い分のお金はもらうよ確かに、うんうん、でも買い食いで聞けるから。あ、そうだよね。だってもう水泳やってるからさ、水泳でさお腹めっちゃすくわけっすよ。だから帰り際に食べて帰ってさ、もうペコペコなわけですよ。瞬殺だよね。じゃあその時期を経て、高校がちょっとあれね、ちょっとあの専門部員や。そう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 が欲しいがすごくあったの。だから待っててももらえないっていうのが分かったし、うんうん、じゃあお金を自分で作るっていう世界に飛び込まなきゃいけないっていうのがあったの、うんうんうん、だから親父が中学校の先生で生徒指導をやってたから、うんうん、そのいっぱい持ってきてくれたのパンフレットを、うんうん、でお前はこのまま大学に行って勉強したいのか、それともそうじゃないのかって言われて、うん、いや僕は大学とか行って勉強したいとは思わないって話をしたら、そっからバッてまず捨てられて、で残ったのが工業系と商業系で、中途半端なところに行きたいのか、それとも超一流のところに行って大きなお金を今すぐ欲しいのかって言われて、それはもちろん後者でしょって話をしたら、もうそこら辺の工業系と商業系バーってやられて、お前が行きたいのはここしかないって言われて、そのトヨタの企業内訓練校をもらったの。パンフレットもらって、そこそれまではその存在は知らない。全然知らない、その学校の全然知らない。ちなみにそれ何年生ぐらい？3年生中3中3の夏ぐらい、夏くらい、うん、に聞いて、こんなとこあるんやと思って、で全く内容知らないよ、内容知らないよ、うんうん、うわーと思って、普通の入社試験と一緒な感じだから。へー、12月に試験があるのよ。あー、普通とちょっと違うんだ、ね、そうそうそう、高校受験とは。で8月にそのぐらいに聞いて、で12月にあるって言われて、うんうん、で塾とか行こうと思っても塾の人はそんな学校知らないみたいなんですよ。ちなみにそこはなんかそんなにみんな知らない、あんまり知らないかもしれない、ね、こういう愛知県の人も、うん、愛知県のでも三河地方というかやっぱ知ってると思うし、その学校のある地域だけ、うん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 、あとこっち住んでたとかはちょっと違う、あんまり知らないね。うん、僕の学校で僕だけだったもんね、後にも先にも僕だけ。あ、そうなんだ、ね、うん、すごいよ。でもこう入ったらお金がもらえるから、もうそれはちょっと全然システムが分かってないけど、うんうん、学校やね、学校学校、うん、学校だけど、高校卒業の単位は通信でもらうんだけど、あ、別個になるってくる。そうそうそう、うんうん、基本的にはそのトヨタ自動車っていうところに就職して、うんうん、すぐに働けるようにっていうような車の知識と、うん、働くための技能っていうのを3年間かけて学んでいくみたいな、うんうん、だからそこの、まあ、学校3年間、うんうんうん、卒業したらほとんどの人がトヨタ、あ、もう全員入る、ほぼ 100%、 大学ならんかったらほぼ 100% だから、うんうん、でその道を知って選んだ。そう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 、うんうん、で毎月給料も出るし、うんうん、勉強しながら給料が出て、うん、で親に負担がかからない、うん、寮生活終わったらトヨタに入る、うん、もうこれ人生勝ちでしょみたいな。で学校で今後も先も友達しかいないって言ってたけど、うんうんうん、学校の先生含めて、まあ、友達とかもそうだけど、特別な感じっていうのはあんま感じなかった、うんうん、感じた。それはどういう風な、異質だな俺って思った。うん、僕がそこに行くって決めたことに対して、うん、まず友達は、うん、へーっていう反応しか示さなくって、うんうん、要するにそもそもだから関わりがないからさ興味がないんだよね僕に、うん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 、だからどこの高校に行くとか興味ないし、うんうん、そんなとこに行くんだ、じゃあもう会えなくなるね、へーみたいな感じなわけですよ。だから友達はそんな感じ、うん、先生も聞いたことはあるけど本当に行くやついるんだみたいな感じ でしかも結構倍率高いんですよ。10人いて1人受かるみたいな感じ、募集枠が70人ぐらいしかいないから、うんうんうん、で全国から来てさ、あ、そう全国なんだ。そうそう、沖縄から北海道まで全国から来る、まず受かんないだろうみたいな感じで来たわけですよ。あ、うん、でも受かっちゃったんだよね、うん、でそのための勉強するの、
そのための勉強っていう勉強の仕方がないんだよ。ちょっとよく高校受験で一応あるやん、ね、あるじゃん。ないんだよ。塾にもデータがないっていうし、先生も知らないっていうし、うん、何勉強していいかわからないんだよ。ね、で、野の少年は何も勉強しなかったの。それでも田舎行く気満々、行けるだろうと思ったもん。何もせんでも。そう、でうちの親父が言うには一般教養があったら行けるって言ってた。なんじゃそれって感じで、一般教養って。そうだ、とりあえずね、一応だから新聞は見た、うん、新聞読んどけって言われた。これと面談、面接があるから、うん、グループ面接があって、うん、で、これに対してって言ってみんなはいって答えてっていうグループ面接があるから、グループ面接の方の評価が良ければ、そんなこれなんて中学校のそこそこレベルでできるんだから大丈夫だって言われて、うん、そう、そお父さんから、そうそう、お父さん、うん、分かったっつってやってみるっつって、で一応グループ面接とかちょっとだけなんかやったりはしてた。全然練習しない。新聞読んだけって、なんか新聞読んでさ、時事問題とかさ、受かると思わなかった。で実際行ってみたらやっぱり受験する時とかっていうのはみんな勉強してきてる感じが、感じがあったね。すげえ人いっぱいいたもん。めっちゃいたし、ちょうど名古屋であるんだけど、うん、会場に何百人いたかな、2、300人ぐらいいたんじゃないかな。へえ。で結局2、300人いたけど、受かった人なんて数十人もいないぐらいのレベルだったから、うん、まあ、よく受かったなと思うけど。へえ、うん。高校時代って始まって、モノチにとってはどんな時代だったの？3年間。闇だね。闇や、まだ続く。忍耐だよ、忍耐。体育会系、ザ体育会系、うんうんうん、で、もう言われるわけですよ。1年生は奴隷だと、2年生だと平民になって、3年生だと王様になれるっていう。まさかこんなことになるとはみたいな。俺が選んだ道が、そう、簡単も同然だと言う道が、これを乗り越えないと厳しいみたいな、これなんかみたいななってた。